セナ、おめえを兄弟と見込んで頼む。俺が砂利を封じてる間に仲間たちを助けてやってくれ。反対から回っていけるはずだ。頼んだ頃、セナ、ダルニアさん、男と見込んだ。オードリーを任せます。はい、どうもセナです。今回も時のオカリナの実況をやっていきたいと思います。というわけで、前回からこの炎の神殿攻略してまいっております。というわけで、今回も攻略していきましょう。で、ここの扉を開けると、このね、石がゴロゴロしているところにたどり着くわけです。ここでね、一回小さな鍵を拾ったので、まあどんどん進んでいきたいんですが、ちょっとね、これわからんからな、ほんと。どこに何があるかわからない。ほらほら、転がってくる。もうどういう原理になってんだか。ここね、行き止まりとかね、結構多いんだよね。あー、だからこうやってもう事故が起きるし。危ない、危ない。あー、危ない、危ない。もう挟み撃ちかよ。え、これどこ行ったらいいのかな、ほんと。こっちか。あー、危ない、危ない。あ、こっち、スイッチがある、スイッチが。あー、押してるじゃん。あ、ここで一回小さな鍵を拾ったのね。なるほど。ここ地図はないですよね。よし。じゃあ、こっちもずーっとまっすぐ行ってみようか。危ないぞ。よし。こっち。くる、やっぱり危ない。それで、なんかここに、あった、扉がある。やった。ガチャン。見つけました。え、またさらに小さな鍵を使うところがある。で、何ここ、何ここ。で、これで一回回復しといて。ああ、奈落、落ちるぜ、ほんと。危ない。何か、あー、やっぱあった、よし、見つけた。はい、弓矢を装備。弓矢がない、どうしよう。副ショットでいきます。副ショットでいけるの。くそ。いけ。何、メンタマ、なんで、嘘。弓矢拾ってきます。弓を見つけようと思ったら、こういう部屋が見つかったので、ここにも入っていきましょう。やっぱりね、旅っていうのはね、一期一会ですね。どういう意味かわからない。助けれる。よっしゃ。で、これで開いて、で、中に入ってるのが小さな鍵だと嬉しいんだが、もしかして逃げていい頃？逃げていい頃よ。じゃあ、俺に秘密を教える頃。体に火がついた時、剣振ったらすぐ消える頃、前転しても OK 頃、知ってた？よいというわけで、また一匹助けたと。で、この中に入ってる小さな鍵を使って、ぷっぷぷー、ここでしか使えません。で、こっち行って、あそこのお部屋に戻りたいんですがね、弓矢を使わないといけないところ。結局、弓矢は、手に入りませんでしたが、まあ、小さな鍵が使えるってことで、うん、何かしらあると思うんだけどな。あ、ここだ。近いね。ガチャコン。で、ここ、慎重に渡って、ここね、あんまり、怖がらずにやっていこうと思ったんだけど、無理だって、あー、しかもここかよ、もう最悪なんだけど、はぁ、畜生。よし、ここ、慎重に、早く、もう落ちたくない、もう慎重に行け、大丈夫。もう、焦らず。よし。じゃあ、開けて、開く。さあ、この先は、またこうやって、もう細い道のりでさ、はい。いい、よし。で、ここに飛ぶと。オッケー。よし。ああ。なんだよ。迫ってきてんのか、これ。あ、迫ってきてる。危ない。何お前。これゲームオーバーじゃね。危ない。ああ、いて。ああ、大丈夫。ダメージ食らうだけ。よし、よかった。危ない。で、ここに一応行けるから、ハートも取っておいて、一石二鳥、オッケー。で、ここ階段登って、ふっ。はい、オッケー。よーし。で、入れるな。よし、開く。ああ、この神殿は本当に疲れるな。あ、で、さっきの、あそこの2階か。もう2階でいいよ。2階。で、これはね、剣で普通に切ると、ピキュー。逃げる。はい、で、これで死ぬと。どうした？セナ、この下からゴロン族の声がするよ。これ爆弾じゃね？よし。オッケー。わあ、食らったし。下。これ、この先に、なんかいる。ゴロン族の匂いがする。気がする。ほら。勝ち。よし、で、もしもしと。
もしかして逃げていいゴロ？じゃあ俺に秘密を教えるゴロ。この先に踊って攻撃するやつがいるけど弓は効かないゴロ。やっぱりゴロン民族のあれ、それで決まりゴロ。あ、じゃあ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 、で逃げていきましたから、ここにある小さな鍵を拾ってテレレテン、で早速戻っていきましょう。このはしご登るのが、はしごというかこの針金、針金針金で、ここさっさと登って、でこのあそこの2階はこれだけのためにあるとは思えないから、まだあの先に何かあると思います。はぁ、ろれつが回らないよ。よし、登ってきました。あ、危ない。よし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 、あ、やっぱりある、やっぱりある。でもこれ届くのか、これ届かないよな。試したいところだが、これ届くか、届きますかね。行ってみよう。よっしゃ、届いた、オッケー、はいはいはい、いけ、よし、なんで勝ち、てれ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 ん。あ、あそこも開いたってことか。どこだよ、開いたの。まっすぐ、まっすぐっぽいかな。よし、行ってみよう。どう、ここはここはここを飛ぶと、オッケー、で、ここもここ飛ぶ、はい、あ、スムーズに行け、よしよしよし、うん、えや、危ない、くぅ、こいつも、ピキュー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 、よし、オッケー、よさとんだ、オッケー、はい、どうも、もしかして逃げて、逃げていいゴロよ。マップにあるのに行けないところは、オカリナを吹いてみるゴロ。あ、よしよしよし。で、小さな鍵2つ目ということで、相当使うな、小さな鍵。バラババーン。この炎の神殿、すごくセキュリティが高いです。セコムでしょうね。よし、んー、あ、ちょ、でもうここには用はないのかな。よし、まあ地図の鍵ありったけ多分拾ったと思うんで、まあ一回ちょっと扉に戻ってみましょうか。うん、カメラを確認したいんだ俺は。何もなさそうでちゅうね。よし、じゃあ戻りましょう一回。はい、オッケー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 、よしよしよし、でここ戻ると、オッケー。で小さな鍵多分この部屋行って、まあちょっと確認すると多分あると思う。あれ、ん、あれ、なくね、なくねこれ。あ、ここになんかでっかいあれがあるけど、いけません。あ、いけたし、いけたいけたいけた、いけたんだけど、もういけるとは思わなかった。オッケー、じゃあここ入って、これ多分ダンジョンマップだろうな。テレ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 ン、ランチョンマップを見つけた。アイテムモードに切り替えてマップ画面を見てみよう。はい、オッケー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 、点滅するのは現在地、オッケー。ああ、なに、何が起こった。まあいいや、ここ入ろう。あ、しまった、え、なんだここは。あ、なるほどね、さっきのこの落ちたところかよ。もうめんどくさいな。あ、危ない危ない。で、またここに戻ってきたわけなんですが、ん、ここの他に何か、やっぱり来るのか。で、炎の壁が迫ってきますから、ここ華麗に避けて、あそこに、あ、目の前に小さな鍵使うところがある。よし、届いて、さあさあさあ、ここはどうやって行ける、普通に行けるのかい、飛んで行けるのかい、飛んで行けるんでしょうね。危ない、痛い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 、まあ飛んでいこう。行けない、あー、行けた、よかった、よし、開く、ガチャくん。これは、あ、違う部屋ね。オッケー。ガチャン。開く。2階の地。うわぁ、なんだろう、ここ。ん？ん？なんだ？どうした？この下に何があるってか？うわぁ、敵か。うわ、さて、この、あ、ちょっと待って。出た。よっしゃ、オッケー。効果効果無視ですね。ああ、落ちる落ちる落ちれる。あ、この下に行けってか。ああ、くぼみかよくぼみかよ、まさかの。これちょっと行ってみましょうか。じゃあここら辺、危ないな危ないな。ああ、そんなのってありかよ。これ卑怯じゃない、これね。よくね、ゲームとかであるけど、こうやって、うわわわ、卑怯じゃないか、卑怯じゃないか。左側には何もありませんでしたね。というわけで右側やっていきたいんですが、もうこうやってな、これを壁に避けたい。
な、この奥に何があるかわからんけど、まあとりあえず行ってみたいっていうね欲求があるんで、はい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 、あ、ほら行けるっぽいか、行ける、あーあー、なんだよこいつは。もう、あ、小さな鍵を使うところがある。これは簡単に行けるかどうか、行ける、よし開いていきましょう。ん、あ、で、こっちにまた囚われてるやつがいるのか、本当にもう。で、こっち開いていく、ガチャコンスタ、あ、なるほど、あ、こっちが左側に出たってことか、あー、なるほどね。で、ずっとこっち、あ、ずっとに行きたいわけなん、もう、本当にもう。そう、俺は手のひらで踊ってるピエロなのか、ピエロなのか。よし、ついた。これ押すとどうなる、なんだ、これ、いけない、時間がない、これもう一回か、なんだよこれ、いけんのか、はい、いや、早いし、お前ら、テック3、行くおー、こっち、あ、いける、危ない、ねえよ、ほんともう、よし、あ、爆弾が切れかけてたんだよな。で、こっちにも壺がある、ここは補充していこう、よし、ないぞ、よし、体力も回復。じゃあ奥に進んでいきましょう。イラクだと、あ、なんだよこいつ、はええ、嘘やろ、積みゲー、わあ、これどう、おお、なるほどね、あ、なるほど、よかったよかった、積みゲーかと思った、あ、またしまった、なんだよお前ら、中ボスかいな、回転切りなんじゃお前は、回転切りすっとも、こうやって回転切りでね、こうやってダメージを与えていくと、すぐ色が変わって、あの、もうすぐ倒せるようになると思う。ほら、もうダメダメダメ、大丈夫、すぐだったんだけど、もうさっき何十分かけたらこれテイク2なんですよ、ほんと。よし、というわけで、じゃあここが、炎に包まれていたところ、わあ、上に上がる、なるほどね、どういう原理、なるほど、ガチャくんで、こっちに行けると、開く、どん上に参っていますが、お、これなんだ、またかよ、今回は時間がちょっとあれですね、緩めですが、くそ、やっぱり爆弾か、あ、くそ、どこら辺にあったっけ、いや、おちょ、あれ、投げるとしたらここら辺かな、よし、よっしゃ、来た、で、カチッと、これは余裕でしょ、ガチャ、よいしょ、降りる。んで、またここか。なるほどね。だんだんと上に登っていってますね。あ、なんで、あ、なんか乗れる。乗れたけど。まあ、あれなんか意味がないんだろう、今のところ。さて、これ押すと、うわ、これか。相当苦手なやつやん、俺。お、いけんのか、これ。俺、もういきなりダメだよ。あれ、まあ、これはちょっと、もう時間がないですから、これ一回待ちましょうか。はい、分かってますよ。早く時を刻んでください。で、またここがパカッとなるから、こうジャストミートのところで角度合わせてから行きたいんだけど、これ無理っぽいね。よし、ここら辺か。オッケー。もう、これいけんのか、これ。よし。お前、邪魔よし、開く、よし、間に合った、もう、コウモリ邪魔やし。よかった。結構すんなりいけた。ゴマだれー、メガトンハンマー見つけた、シューで叩いてぶっ壊せ、威力はでかいが両手持ち、というわけでハンマー手に入れました。もうコウモリもうっとうちいでちゅうが、ん、こっちから行けんのかな、こっち安全が、落ちちゃったよ、これやっぱ岩が転がってくると思ったんだよね。で、コウモリもぶっ飛んでくると、お、やった、ほんと透過交換、無規則、よし、危ない、で、確かね、あの、なんかビヨビヨビヨンって乗れたところがあって、あそこはね、多分メガトンハンマーでぶち壊せると思うんですよね。というわけで、じゃあメガトンハンマーは装備だ、いきますよ、セーブ、間違いない、これで。ドズン、ほらね。で、これでこの下に降りる。降りましょう。降りたら何が、あー、これか。ウェン。
だるま落としの要領でやっていきましょう。開く。これ結構すがすがしいんですよね。で、あっ、また飛んできてる。また飛んできてる。よし、透過効果無視。よっしゃ。あ、これ、壊していいんだろうか。壊していいんだろうか、これ。なんだろう、ここ。ん？何ここ、ん、どんな空間？コウモリしかいない。よし、コウモリは倒したが、倒しましたが、これはどう、これか？うわあ、ああ、なんだよ、びっくりした。てれ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 、なるほどね。あ、あ、なんか、てれてれてん。やっぱり木箱かよ。もう降りたら、もうほんともう降りてから気づくんだもんね。もうピンと来てたんですよね。木箱があるということは、みたいな。ちょっとわかりやすかったですけど。よし。これ登って、はい、木箱も持ってきましょう。一個壊しましたが、もう一つは残しておきました。うわっ。よっ。よいしょ。で、これを置く。うわっ。OK！ よし。で、開くと。ガチャコン。あ、またある。で、で、ここ下に降りる。うわ、危ねえ。よっこらせ。んで、あ、ここね。ポチ。おい。このスイッチ錆びついてる。ということは、ドン。で、開きました。じゃあ開いていきましょう。時の石がある。え、これ、どうやっていくのか？どうやっていくのか？いけません。あ、いけた、いけた！よかった！それで？それで、あ、時の、オカリナを装備。で、ちょっと忘れてるんで、時の歌を奏でましょう。右下。よし。ドラドラドラドン、時の歌を吹いた。で、ピシュンと消えて、ああ、やっぱりな。なんだこれは。あ、なるほどね。それで、あそこの、囚われし。囚われしゴロンちゃんが。もしかして逃げていいゴロ？逃げていいゴロよ。じゃあ俺に秘密を教えるゴロ。この神殿の入り口の石像には扉が隠されているゴロ。でも、ゴロン名族のあれじゃダメゴロ。もっと強力なもの持ってないかゴロ？で、小さな鍵をゲット。もう今までで何個使ったんだろうね。開く。トゥルトゥトゥーン。小さな鍵を見つけた。さて、こっからどうすんのか。これか？よし。ゼル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 。これ消えただけで何も意味がないとかそういうんじゃないだろうな。ん？何もないのか？開く。さて、ちょっと攻略を見たところ、炎の神殿入り口前にやってきました。ここで、ハンマーを使えるとこがあるらしいです。ドカーン。あれ？あれ？おかしくね？使える？あ、使えた使えた。ウィン。コウモリが鬱陶しいですけどね。で、これ突っ飛ばして、で、地図の鍵を使いましょう。ガチャコン。ニュッ。そして、これはもう全員倒すのかな？全員倒すのでファイナルアンサー？あー、そこにもいるし、もう本人すごい逃げてる。うわーわーわー。これで OK？ サクッと開いた。よし、OK。行こう。もう時間もないぞ。時間もないというか、時間がすごく膨大になってるような気がする。で、ドガン。なんだお前ら。ああめっちゃ怖い。何あれ。なにブーメランのように飛んできてる。危ない危ない。痛い。よし、開く。これもうすかさずさっと逃げとこう。またか！よし。よし、いいぞ。ああ、オッケー。倒した。早いね。ダラダラダン。で、これずっと上に行けるんでしょ？何が出てくる？宝箱か。ガチャ。うわ、爆弾、爆弾？爆弾なの？ん？爆弾でどうすんだよな。ああ、こっち。一応こっちにも行けるってことか？開く。ああ、なるほど。で、こっち、あ、しまった。メガトンパンチ！で、ボス部屋の鍵が、開けるようになったということでございますか。なるほどね。しかし、ボス部屋までどうやって、あ、ボス部屋、いける、全然いける。ボス部屋の鍵を手に入れた。で、最後、こいつに話しかけて助けると。逃げていいゴロよ。そこ、おめえ、誰にあの兄貴に頼まれて、すまねえゴロ。兄貴をよろしく頼むゴロ。ブルブル、やめよ。で、向こうに扉がありますから、こっちで俺たちも出て。開く。
で炎の神殿入り口に着くというわけですよ。それで、こっちに普通に行って、こっちだな。次は左側の扉に行きましょう。はい、中心の柱をドーン。でこれでうわーってなって、よし、でこれで目の前がボス部屋の部屋と。オッケー、もうほんと頼むわ。でこれで普通に行けると。はい、ボス戦です、行きましょう。あっさりしてますね。あ、疲れた。よし、でこの先に行くとボスが出てくると。来るぞ来るぞ。で帰り道が閉ざされます。灼熱、あ、灼熱穴に住むよ。そんなドラゴン、バルバジアです。これね、すごく悪そうな顔してますでしょ。これは倒しておかなければいけない。ニャニャニャ、これは倒しておかなければいけない。というわけでこいつはね、ハンマーを駆使してね、頭をぶったたいていきましょう。風たくのね、あのなんだっけ、ジークロックみたいな感じ。うん、ほらほらほら、出てきた出てきた。でドン。でこれで、あのガガガってなるんで、これもう切りつけていきましょう。よし、なこんな感じで、ね、最初は頭をぶったたいて、そのね、それで脳震盪を起こした時に、剣でぶったぶったいくと。でこうやって火も生えてくるんで、こうやってもう華麗にね、こうやって動き回ってたら多分攻撃は食らわないんじゃないかって思うんですけど、そんな甘い考えでやっていってると、もうちょっと危ない目に遭うぞ。うがーうかうか、おめっちゃ暗いやん、めっちゃ暗いやん、危ない危ない。で潜っていきました。で次は顔をピョコッと出すかな。なんでピョコッと出す必要があるんだろうね。来たぞ来たぞ、ほらほら来たほら来たほら来た、あーかわいいお顔。でこれで脳震盪を起こして気絶します。でその時にフッ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 、これをあと2、3回繰り返せば倒せると思うんで、まあゆっくりすっこりってみましょう。すっこりどういうこと。さあ来るぞ来るぞ、これは華麗に避けていきたいね。ででででででで、うわ、ああああ、落石注意です、これ危ないね危ないね、これ危ないね、すごく危ないね。ふふふふ、あ、来た来た来た。さあ次はお顔を表すんじゃないか。くるくる、どこに来る、相当落ちてる、そこにガタガタ落ちてたらいかんやん、これバグか。よし、でこれまたハンマーで叩けるんじゃないか。お、いける。さあ、あと1回ぐらいじゃないかな。まあそれは少ないか。来たぞ来たぞ、またさあ、これはちょっと見切ってたら大丈夫か。危ない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 。さあぐる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 、こうやって回って取り囲んで、はい、トグロを巻いてますね。で戻ってきて、次、顔をひょこっと出す時がお前の最後だぜ。来いよ来いよ、さあ行くぜ。あ、どっちどっち、こっち行くぜ。ハンマーでぶしばいてやる。ゴロン族の恨み、ゴロン族の恨み。あー、しまった、まだか。うー、あれだけちょっとかっこいい前触れしてたのな、恥ずかしいじゃないか。さあまだ来るか。ここ立ってたらちょっと熱いのかな。あー、危ない、落石注意。これちょっとボート立てたら、これは安心なんじゃないか。ん？で向こう入っていきました。これバルバジアがこうやって入っていくところにも集中砲火してるんですが、ちょっとこれ自分で首絞めてないか。あ、来るか、ここ。このどっちかに来るでしょ。よし来た、行くぞ、最後だお前、もう最後ですよ。あー、しまったしまった、あー、あ、倒した。え、俺が死んだんかい。でも安心してください、妖精を持ってますよ僕は。ミン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 、よし、でこれで脳震盪起こしました。これで最後か。あ、まだか、お前ふざけんなよ、もうしつこいよ。そう、さすがバルバジアといったところか、まだちょっと粘り強いですね、こんな細い体してるくせにな。うわ、危ね。でこうトグロ巻いてる、こうやって真ん中にいたら安心なんじゃないかと思っているんですが、痛いな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 、やばい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 、ピンチピンチ大ピンチ。ちょっと俺爪が甘かったんじゃないか。ちょっと噛んでみよう。甘くないや、くそ。さあ来るか、どっち来る。来たな来たな来たな、おら、ラストチャンス、ドカーン。
ふう、決まったぜ。でってってってドーン。というわけでバルバージア撃破で、これがプシューってなってハートの器が出てきまっちゅ。取りましょう。ドゥル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 ン。ハートの器を手に入れたライフの限界1アップ。静かに1アップ。というわけで戻っていきましょう。賢者の間。ありがとうよ兄弟、一族を代表して礼を言うぜ。やっぱりおめえは男の中の男だごろ。だけどこのダルニア様が炎の賢者様なんだよ。にゃにゃにゃ、笑っちまぜな兄弟。まあこれも運命ってやつだ。俺がここで封印をすることでおめえの役に立つならこれほど嬉しいことはねえ。兄弟、こいつを受け取んな。炎の精霊と友情を込めたメダルでいい。炎のメダルを入手した、ダルニアは賢者として目覚め、勇者に一つの力が宿った。忘れんなよ、おめえと俺は本当の兄弟ごろ。